まい、てんてこまい、みんな新米、こりゃうまい。やっぱり新米、あなたとコンビニファミリーマート。Crucify my love, my love is love. 感じるはずだ。生命という名のオイル、日赤ゾア。ラックスからローションが入った洗顔フォーム、すっきり洗って潤い効果、しっとりすべすべ。ラックス洗顔フォーム新発売。一緒におしゃれしようよ。マンシングウェアプロデュースドバイデサント、ただいまキャンペーン実施中。お待たせ、焼きおにぎり。ほら熱々、大きいね。うん、香ばしい。美味しさ頑張る日水の大きな大きな焼きおにぎり。冷凍食品は日水。掛布さんね、はい、今日のこの戦いぶりを見ますとまだやれるじゃないかというファンの方もたくさんいらっしゃると思いますが、あの明子夫人によりますと、普段の生活でも階段の上り下りもままならないようなアキレス腱の状態なんだそうですね。やはり家族の方が状態一番よく知ってるでしょうからね、はい、本人にしかわからない事情がそこにはあるんだと思います。それでは原選手の引退共同記者会見が行われるようです。本日引退を 表明しました原選手のお別れの記者会見を行わせていただきます。カメラの方最初に撮られてきた、あの本当に15年間お世話になりました。ありがとうございました。今自分の心境は、まあ、感無量、その言葉しか出てきません。なんとなく自分で肩の荷が下りたような気もします。でもこれだけの本当に自分で最後の引退式ができたということが皆さんのおかげ、本当に自分で全ての人に感謝という気持ちを持ちたいとこれからも思います。どうもありがとうございました。それではこれからの皆さんのご質問をお受けいたしますが、最初に代表質問を日本テレビの吉田アナウンサーにお願いします。吉田さん、よろしくお願いします。はい、それでは代表質問を始めたいと思いますが、本当に数多くの夢とドラマをプレゼントしていただきまして、お疲れさんと同時にまずありがとうございましたとこう言いたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。それにしてもゲームも大変見事だったし、そして引退のスピーチもこれまた威風堂々大変見事だったと思いますが、まず今日のこのゲームから伺いますが、大変素晴らしいホームランでしたね、原さん。見事。まさか打てるとは思ってなかったんですが、なんとか打ちたいという気持ちは強かったです。そうですか。はい。ひょっとして誰かに約束したのかなっていうぐらい素晴らしいホームランだったんですが、いかがですか。おとといぐらいからそのゲームのことはもちろんですが、それを超越した部分で緊張したことがあったんで、それはあの挨拶のことで、試合中も挨拶のことばかり考えてたというのが
正直な気持ちです。あ、そうだったんですか。いや、素晴らしいコメントでしたね。とりわけ、まあ、最後の部分、それから前半の部分でも巨人軍の4番はそれはそれなりの大変な正義があるんだと、それを守ってきたと言い切りましたね。そうですね、まあ、4番ということはないと思うんですが、やっぱりこれだけのやっぱ巨人軍というのは特別なチームだと思います。それは、まあ、先輩方でもう本当に、ファンの皆さんが長年作り上げてきたものがあります。もう個人の考えとか、いろんな部分で入ってこようとしても、やっぱりその中には誰もがやっぱり入っていけないと思います。それは先輩たち、そして先輩のファンの方々、そして現在そういう人たちが作り上げてきたものだと思います。で、その4番の座を15年間守ってきたんですが、この15年間というのは長かったんでしょうか、短かったんでしょうか。まあ、厳密に言うと12年半ぐらいじゃないでしょうか。しかし、今日もドームに来る途中に同じ道でずっと来たんですが、やはり長いような短いような、自分の野球のスタートというのは比較的皆さんに注目されることが早かったんで、その中でただ野球が自分が好きだということでやってるものが特別視されたり、そういった部分がなぜだろうと、そういう疑問を持ったこともありましたけど、やはり皆さんのここまでやってこれたのも本当に皆さんのそういう応援、知った激励というものが今まで自分を作り上げてきてもらったと思います。そういうそのファンを大切にする原さんにとっては、まさにお別れのゲームで自分のバットで最後の別れをするあのアーチですね。最高じゃありませんか。そうですね、まあ、今日はもう結果はね、ともかく自分で逆にもう、ボロボロの姿もね見てもらおうと、そういう気持ちもありました。ただ結果的に本当に思ってた以上の結果が出たということに関しては、なんか自分であって自分でないような、本当に皆さんに感謝したいと、そう思います、ね。そして今日は、いつになく珍しく背広ネクタイでの球場入りだったんですが、はい、これはちょっと珍しいんじゃありませんか。まあ、この後いろいろあるというもん聞いてるもんですから、あまり面倒くさがり合いの方なもんですから、自分で着替えとか持ってこずにそのまま来ました。はい、あれは奥様がこう選んだんですか。すべてこれを着てったらどうということで。そうですか、はい。ベース一周、とりわけサードからホームに入るときに亜希子夫人の顔は見ました。いや、ちょっとどこで見てるか分かんなかったんで、どっかのブースにいるということだったんですが。あ、そうですか、はい。またお子さんもね、初めてこの野球を見に来たと、奥様も初めてだというところで、これまた家族を大切にする原さんにとっては、なんていうんですか、最高の舞台を見せたし、まあ、ただ、家族はもちろんですけどね、それよりも本当に、皆さんっていう、もう本当ファンの皆様っていうことがもう一番だと思います。あ、そうですか、はい。それではですね、次にその原さんにとって、まあ、4番とはどうですか。まあ、苦しみも喜びも4番というものがね、打たないとわからないんじゃないでしょうか。それはいろいろあると思います。サードというのはいかがですか。原とサード、
やはり、現監督ですけど、長嶋さんに憧れて夢を自分の心の中に植えて、ですから特別な思いのあるポジションです。それから数字で8、背番号8、この8についてはいかがですか。そうですね、8もなんとなく縁が多くて、入団発表も12月8日、そしてまた引退式も10月8日、いろんな意味で8っていうものはこれからも大事にしていくと思います。なるほどね。さあ、その引退ですが、改めて伺いますが、引退の決断、まあ、これは大変なことだったと思いますが、いつですか。決断っていうものはやはりヤクルト戦、今年優勝が決まった時に決断しました。それまではやはり考えなかったということはやっぱりちょっと嘘になるような、ただ自分の中で考えまいと、考えないというふうに頭の中に自分で言い聞かせて、やはり今年、特にファンの皆さんの声援というものが生涯忘れられないというふうにも言いましたが、それぐらい感動してましたんで、その来年も俺はやるぞと、それとそのファンの皆さんの声援と、その2つが大きな支えになって、その引退ということに関しては考えまい考えまいと、 そして、まあ、マスコミ選考という形で言ってましたんで、初めて今年巨人軍は優勝を逃したということがあったときに、決断しました。そしてその、まあ、先ほどのスピーチにもありましたが、改めてその引退の決定的な理由ですが、やはり、まあ、肉体的にかなり無理もしてて、それが最終的に、やってはいるんですが、まあ、ゲームにも、なかなか出る機会も少なくなってきたと、そして自分の体というものを照らし合わせて、そろそろかなと、まあ、しかし、3年前にもかなりひどい状態で、その時は本当に自分でももうダメかなと思った時期ありました。でもそれをまあ自分で乗り越えて、そして去年、これも自分の中で大きなその満足できる出来事なんですが、西武ライオンズを倒して日本一になれたと。そして自分の成績も途中からではあったが、まあまあの成績を残したと。よし、今年もう一年と、とにかく頑張ろうという気持ちで入ってきました。正直言って後半以下、どうですか、監督にもっと使ってくださいっていう時ありましたか。いや、それはないですけどそれはないです。はい、そうですか。ある面では長嶋監督に、憧れ、そして監督の元で、引退ができるというのは原さんにとっては俺は幸せだということを言ってましたね。そうですね、まあ、そう思いたいです。そういう部分ありますか。はい。それから、まあ、大変その怪我との戦いというのもある一面でありましたね。で、そういう点では最もその苦しかった、つらかったというのは何年目頃のことになりますか。やはり一番最初に自分でアキレス腱というものを意識しだしたのが、後楽園最後の年になります。あ、ですからかなり長いといえば長いですね。まあ、ちょうどその時、まあ、引退を自分で決意した時に家に帰って、食事しながら、食事する前に、うちのママに、テーピングを初めて見せて、
もう少しでこのテーピングもしなくても良くなるなと、そういう話をしたのを覚えてます。まあ、そういうあの怪我との戦い、あるいはまあ4番としての重責等々いろいろあったと思いますが、こうして15年間、プロ野球選手として支えてきたその原動力というのは何でしょうか。自分で一番、大事なところっていうのは、プロ野球選手っていうのはかなり、プロだ野球選手に限らずね、やっぱり努力というのは必要になってきますよね。それが自分っていうものがあるときは、自分のためとかそういうようなことが起きてるときっていうのは、努力を努力と思うんですよね。それが誰かのため、何かのためっていう、そういう自分で何か置き換えると、やはりそういったどんなことがあってもきっちっともそれは努力にも感じないし、苦痛にもならないと、そういうふうな部分ではいろんな置き換えることはありましたが、基本的にはやっぱりファンのためっていうことに思った時には、多少の痛み、多少の苦労っていうものは超えてきたと思います。その全国のファンが、原さんの最後のスピーチも、私の夢には続きがあるんだと、こういうことで締めくくりましたが、また一時も早くユニフォームを着てグラウンドに戻ってくる日を、きっと全国のファンが待ってると思いますので、その日までしばらくお別れをしたいと思います。はい、どうもご苦労様でした。どうもありがとうございました。それでは個別の質問にありますので、記者会見が終わり次第、こちら特設スタジオに原さんに来てもらって、さらに熱い胸の内を聞きたいと思います。